ミニバンというとやっぱりインテリア、ユーティリティ気になるところですよね。ちょっとドアを開けて中を見てみたいと思います。結構大きく開くでしょ。実はですね、これ今トップの開口部の広さなんです。そしてこのステップの低さも見てください。こちらもですね、クラストップですね。しかも段差がないのでスッと乗り込めます。グリップを持っても本当にポイッと乗り込めちゃうんですね。はい、こちらもワンタッチで閉まります。あー、シートすごくねたっぷりしてますね。こう今ご覧いただいて分かると思うんですけれども、すごいこうねくつろぎ感があります。さらにですね、実はこれすごいんですよ。こちらのレバーをですね、一度引くとスライドで、このレバーをもう一回上まで引くとなんと横に動くんですね。そしてですね、こちらには三省堂もついてます。この三省堂も結構凝っていて、ここあるじゃないですか、三省堂から出ちゃう部分、ここね眩しくないんですよ。このクラスのミニバンで必ず積んであるのが、こう吸盤式のサンシェードとティッシュの箱らしいんですね。これならば使わないときはスッとしまえるのですっきりしますし、視界的にもいいですね。では続いて3列目も見てみましょうか。こんな感じで、ね、ウォークスルーできるんですけど、結構ねこれ室内光もあるんですよね。私身長 161.5 センチあるんですが、これぐらいかがむ感じでねスススッと移動ができちゃいますよ。はい、まずびっくりするのが足元の広さです。前よりね10センチ広くなったんですよね。先代は本当にこうギリギリって感じでしたけど、これならゆとりを持って座れます。でシートもクッションはそんなに厚みはないんですけれども、幅的にも広いですし、座面的にも背もたれ的にもしっかりしているので、これなら快適にロングドライブ出かけられそうですね。でもミニバンというと3列目は収納して1列目2列目で使うシーンっていうの結構多いと思います。この3列目をどうやって収納するのかちょっとお見せしたいと思います。こちらのレバーを引くだけで、はい、自動的にここまで上がっちゃうんです。あとはこのフックをカチャンとはめて固定するだけ。足も自動的に畳まれるので本当にワンタッチでシートアレンジできちゃうんですよね。簡単でしょ。さらにですね、このシート、すっきりしてると思いませんか。このね窓のへこみに合わせて高さを調整してシートも若干薄くすることで圧迫感、張り出し感をなくしたんですよね。この3列目シートがここにすっきりとはまったおかげでですね、2列目のロングスライドが可能になったんですね。でこれ2列目ロングスライドさせると、もう私が足を伸ばしても全然前まで届かないぐらい広いんですよ。そして下げるとね、この辺りまでちょうどね、このレール見ていただくと分かるんですが、この辺りまで来るんですが、その時もこの耳元っていうんですか、この辺りの圧迫感がないんですよね。なので快適にくつろぐことができます。一方ステップワゴンはこのクラスで唯一3列目シートが床下に収納することができます。2列目もですね、座面がチップアップして前にスライドするので、荷室の横方向、そして奥行きは一番大きな車ということができます。荷室メインで使う人にはおすすめですね。